ツーフィンガーの時人差し指は表拍、中指は裏拍っていう風に決まってるんですか？例えば8分音符を人中の順番で弾いている時は休符やシンコペーションがある時もこの順番を変えないですか？全然決まってないです。好きに弾きましょう。特に演奏中はあんまり考えないで弾くことが多いんですけど、こういうフレーズ、例えばこういうフレーズで、ダンダガ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 っていうさ、こういうのは例えばその表と裏を揃えた方がいいんですよ。人差し指から僕入ってますけど、人差し指人差し指中で、これが表表裏なんだけど、表と表と裏で使う指を揃えた方が、こういうフレーズは粒が揃いやすいですね。とかあとこれ、こういうのも今は人差し指が表で中指が裏です。表裏表の順番なんだけど、っていうのは揃えた方がいいです。で、まあこれを意識的に揃えるかバラバラにやるかっていうのが、まあできた方がまあ器用ですよね、その人はね。で、表が人差し指なのか表中指でやるのかっていうのも人によるし場面にもよる部分があって、例えばオクターブのフレーズ弾くとき、こういうやつ、これは明らかに人差し指の方が楽じゃないですか。これ中指から入る人ってなかなかいないと思う、少なくとも僕は見たことないんで。こういうのは人差し指から入りますよね。ただ結構ロックな、8ビートなんかはこう中指から入った方が、アクセントをつけたいとこにアクセントをつけやすいので、主にドア玉の音ですよ。なんでこういう場合は中指から入ったりっていうことはしてたりしてます。ただレッスンとかやっててもっとそう上手くなりたいですって人には、意識的に交互に動かすっていう練習もやってもらうようにしてます。こういう運指の練習してるときは、このあべこべにならないように人差し指から入ったら必ず人差し指中指人差し指中指の順番で、息も帰りも。これは何でかっていうと、交互に動かす、きっちり交互に動かす方が難しいからです。で、その早弾きするとき、こんなの早弾きするときって交互に意識的に動かせないとできないっていうこともあるので、まあ、そういう場面でつまずかないように普段から交互で動かす練習っていうのもしときましょうっていうのは言ってますね。